それではね、こちら岡山県産の、倉敷デニムになります。ストレッチデニムの紹介になりますね。はい、でこの生地の特徴なんですけども、まあ、ベーシックな、ストレッチデニムなんですけども、通常のデニムと違うところが1点あって、ポリエステルが若干混紡されてるんですよね。でポリエステルって結構好き嫌いあると思うんですけども、まずこの生地の特徴は、シワになりにくいっていうことですよね。でそれプラスデニムってね、やっぱりカジュアルな感じのイメージになると思うんですけども、少しねポリエステルが入ることによってちょっとねカジュアルな部分からちょっとオーソドックスなね雰囲気に変化していきますので、通常のねデニムよりも少しねこう一般的な洋服のイメージで使いたいなっていう方なんかには、逆にね少しポリエステルが入ることによってね落ち着いた感じになりますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。はい、でこの生地のね厚みなんですけども、10オンス前後の厚みになります。本当にこうデニムとしてはオーソドックスな厚みなんじゃないかなと思います。薄すぎずね、厚すぎずといったイメージですね。作品のイメージで言うと、まあ、アウターとかね、あとジャンバースカートとか、エプロン、またボトムスなんかもねいい感じに、作れるんじゃないかなと思います。はい、で次風合いなんですけども、風合いもこれ柔らかいですね。デニムの割にはね、程よいこう柔らかみもあります。やっぱりこうストレッチが効いてるということで、そこが柔らかさにもね、つながってるんですよね。はい、で伸び感もちょっと見てみましょうか。こんな感じでまあまあいい感じの伸び感なんじゃないかなと思います。ストレッチデニムね結構紹介してきて、まあ程よい伸び感とかね、弱ストレッチとかいろいろ表現してるんですけども、だいたい中間ぐらいの伸び感ですね。戻りもいい、こんな感じでねいいのでね、安定感もあるので縫製もねしやすいタイプなんじゃないかなと思います。はい、で最後に生地幅なんですけども、142センチあります。これ、ね、幅広タイプでね、すごくこう洋尺も余裕持って使えるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。スカートをね作ってみました。ね、シルエットがねストンとしたこうタイト風のねセミタイトですかね、そういったシルエットなので、デニムでねかっこいい、かっこよくすっきりとした、ラインでね作ることができました。ね、こちらはですね、まずウエストがね、前の方はベルトになっております。で、後ろの方はゴムの仕立てになっているので、こう履いていただいてもウエスト周りはすっきりと見えるんだけど、ゴムも入ってるから脱ぎ着もしやすいというねタイプになっております。でウエストベルトも割と深いというか高めのしっかりとした感じなので、ウエストの部分もね安定感ある作りになっております。そしてこちら、巻きスカート風なんですね。ここめくれるんです。ね、前から見ると巻きスカートのようにね見えるんですけれども、ウエストベルトでね一緒に縫い込まれているので、こうパラッとね取れる心配もなく履けるデザインになっております。ね、かっこよく素敵に仕上がっております。でこうしたスカートも素敵ですし、あとパンツとかねコートジャケットとかも着やすく作れると思いますので、ぜひねデニムの良さを楽しみながらいろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。